にちは、シナモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎ゼファー界のご紹介です。こちらはですね、ゼファー界のですね最終モデルとなりますですね、タイガーカラーをまとっております。紺色のですねカラーリングにですねゴールドとシルバーのラインが入っている、モデルとなってます。で、足元のですね特徴的なのがですね、リムの部分はシルバーのペイントが施されていて、インナーの部分はですねブラックにペイントされている、純正カラーですね、オリジナルのままの、ね、カラーリングとなってますので、非常にですね珍しい、カラーリングをまとった一台となってます。この車もですね非常にいいです。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトですね、こちら大きなレンズ割れ、こういったももちろんございません。そしてメーターカバーにですねこちらも大きな点灯傷、こういったものもない状態ですね。ウインカーのレンズ割れ、こういったものももちろんございません。少しですね点灯の時についたんですかね、ウインカーの傷はありますね。レンズ割れなどなさそうですね、大丈夫そうですね。はい、フロントフォークですね、インナーの部分、こちらもですね大きなにじみ漏れ出てないですね、綺麗な状態です。はい、フロントフェンダーも大きな点灯傷割れもちろんございません。そしてフロントタイヤですね、新品交換済みとなってますので、ヒゲ付きですね、ラインも入ってますね、そのままお使いいただけます。はい、フロントオイル周りですね、こちらのモデルの特徴としてはですね、先ほどご説明したリムの部分がシルバーで、インナーの、ね、部分がですねブラックにペイントが施されているモデルとなってます。非常にですね珍しいモデルとなりますのでね、こちらも大きなガリ傷曲がりもちろんございません。はい、エンジン周りです。こちらもですねヘッドカラーのオイルにじみ、各種大きなオイル漏れ等 もちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れなどもない状態となっております。こちらですねポイントカバー、少し点灯傷ありますけどね、大きな割れ、こういったものなさそうですね。フレーム周りはですね大きなサビ腐食出ておりません。サイドカバー割れやステップ曲がり、こういったものはない状態となっております。はい、マフラーはですねオリジナルマフラー装備ですね。はい、リア周りです。こちらもですねフロント同様にですね大きなガリ傷、ホイール周り曲がり、こういったものもちろんございません。キャリパー固着のこういったものもない状態ですね。タイヤもですねミシュランタイヤですね、こちらも新品交換済みとなっております。はい、テール周りはですね純正をキープしている状態ですね。はい、シートです。前後ろともに大きな切れは破れもちろんございません。タンクですね、こちらタイガーカラー、紺色のね、ベースにですねゴールドとシルバーのラインが入っています。少しですね数箇所こちらとかですね、あとサイドこちら前の方でしたかね、ちょっと点灯した時に押されたような感じですね。ただ塗装割れとかはなさそうですね、へこみ少しありますけどね、機能上ガソリン漏れなどの機能上はなさそうです。はい、タンク内も大きなサビ腐食出ておりません。エンジンの方ですね、使用していきます。はい、マフラーいきます。こちらの1台ですね、なかなかお目にかかることはできないですね、希少カラーをまとった1台となっております。そして ETC などもですね装備しておりますので、便利機能も搭載の1台です。ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。